なみですが、僕は海外ドラマ学習を1年間毎日継続してきたいわゆる海外ドラマなのですが、しかしこの海外ドラマ学習の道のりは決していい面ばかりではなく、いろんな挫折もたくさん経験してきました。そこで今回は海外ドラマの酸いも甘いも知っている僕が海外ドラマ学習の全てを語り尽くしていこうと思います。今回の動画の目次はこんな感じです。まず海外ドラマ学習のメリットを7個ざっくり紹介した後、具体的な学習法2つ、一般的王道学習法と僕オリジナル学習法を紹介します。その後よくある Q&A を一挙8つ紹介し、最後におすすめ海外ドラマ洋画7連発という4本立てで進めていきます。おそらく7情報になると思うので、必要に応じて適宜飛ばしてもらって構いません。この動画を見終わった時、きっと皆さんは海外ドラマいいかもとなるはずなので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは行きましょう。まず海外ドラマのメリットを大きく分けるとこの7つです。見てて普通に楽しい、ネイティブの生の英語に触れられる、多種多様な分野の英語を学べる、リスニングリーディング力の鬼向上、実際の会話で使えるボキャが増える、英語の勉強感が薄れる、飽きない。この中でも一番すごいのは飽きないってところですね。つまるところ英語学習はやればやっただけ伸びるんですが、継続して学習しないとなかなか効果が出づらいんですよね。そこで内容も面白くて英語の勉強にもなる海外ドラマが英語学習を継続する上で非常に効果的な方法になるんです。僕自身何をやっても継続できない究極の三日坊主だったので、案の定どの英語学習法も全く続かず毎度自己嫌悪に陥ってたんですが、海外ドラマ学習に出会ってから狂ったようにのめり込んで、結果的に英語力が飛躍的に伸びました。もうね、海外ドラマサマッサマっすよ。ではここから海外ドラマの具体的な学習法について紹介していこうと思います。今回僕が紹介する2つの海外ドラマ学習法はこちらです。1、一般王道学習法。2、ストーリーご利用し学習法。まず1つ目から紹介していきます。一般王道学習法とは、その名の通り巷に溢れている一般王道学習法なのですが、その具体的な方法は、1、日本語字幕で見る。2、英語字幕で見る。3、英語字幕なしで見る。4、もう一度英語字幕で見るって感じですね。で、この4工程で1セット。つまり、1話につき4回見るって形ですね。この方法のメリットとしては、何度も同じ話を反復するので、リスニング力の向上。わからない単語を逐一調べるので、ボキャブラリーの増加。などが挙げられますね。特に同じエピソードを繰り返し見るのは、非常に効果的で、継続すれば英語力向上の大きな助けとなるのは間違いないです。ここで、これでいいんじゃねえかと思った方、あえて言葉を選ばずに言わせていただきます。この方法の最大のデメリットは、マジでつまんねえってとこです。まず同じ話を4回連続で見るって冷静に飽きませんか？日本のドラマさんも厳しいっすよ。僕は半沢直樹シリーズを心の底から愛してるんですが、それでも同じ話を4回連続で見ろって言われたら、さすがに飽きますよ。僕の場合、学習当初、大人気海外ドラマ、フレンズで海外ドラマ学習を始めたんですが、いざ見てみたら、英語全然わからないし、ジョークにも笑えないし、4回やっても全然理解できないし、ただあんま思んないしで、もう絶望。しかも周りのみんなが、フレンズは簡単、面白いよとか言ってるのを見て、これ全然理解できない自分って、相当英語力低いんじゃね？と勝手に自己嫌悪に陥ったり、ジョークで笑えないのがなんか悔しくて、全く意味わかってないのに、皆の笑い声に合わせて無理やり愛想笑いをしたりしてました。でもやっていけば絶対楽しくなるはずと信じて続けたんですが、毎回やるたびに気持ちがどんどん慣れていって、結局2週間で挫折しました。そして全然おもんねえな、海外ドラマってクソだと自暴自棄になり、その日にネットフリックスを解約しました。それでもやっぱり海外ドラマを楽しみたい、何かいい方法があるのでは、そう思った僕はもう一度ネットフリックスを契約。そして死に物狂いで試行錯誤を重ね、ついに絶対に挫折しない海外ドラマ学習法を編み出し、結果としてその後1年間継続することができました。ここで2つ目の方法に移っていきます。僕が紹介する2つ目の方法は、ストーリーご利用し学習法です。具体的な方法は、1、最初から英語字幕で見ます。2、ドラマを見る中でわからない部分があっても極力見続けます。3、それでも本当にわからないところは適宜日本語字幕に変えてストーリーを理解していきます。4、1つのエピソードが見終わったらどんどん先に進んでいくって感じですね。この方法のメリットとしては、ドラマをドラマとして楽しめる、単語推測能力の向上、圧倒的に負担が少ない、英語の勉強感がない、ドラマを見ていく中で自分の成長を感じられるって感じです。一般王道学習法は負担が大きすぎるのが挫折の原因の一つだと思ったので、できるだけ負担を少なく数をこなせる学習法にシフトしました。僕の場合、この学習法でプリズンブレイクというドラマを1シーズン見ました。最初はもちろん全然わからないので、何回も止めて英語字幕を確認したりとか、日本語字幕で理解したりとかは結構したんですが、意外とドラマの雰囲気や場面から内容が少しずつ理解できるようになってくるんですよ。で、その間に何度も出てくる単語とか気になるフレーズとかを軽く調べながら、ストーリー理解に重きを置いていくと、あれ？続きが気になる、まとめたい
止まってどんどんドラマに引き込まれていくんですよ。そうなったらもう閉めたもんです。そこから海外ドラマめちゃくちゃ楽しくなりますから。で、ここであえてこの方法のデメリットを挙げるとするならば、一般王道学習法と比べてインプット量が少ないってところですね。ストーリーご了承では、わからない単語があっても極力見続けるので、単語やフレーズの蓄積やリスニングの細かい部分の理解という面に関しては劣るっていうのが正直なところです。しかしここで僕が言いたいのは、一般王道学習法とストーリーご了承法のどちらが優れているって話ではなくて、目的に応じて使い分けましょうってことです。僕の場合、基本的にストーリーご了承でドラマを楽しみながら、英語力の底上げという視点で適宜フレンズで一般王道学習法を知ります。ポイントとしては、ストーリーご了承ではストーリーを理解し楽しむことを重視するので、1話から最終話まで物語が一貫して繋がっているドラマが相性がいいです。一方で、一般王道学習法は繰り返し反復のしやすい20分1話完結型のシットコムで、単語やフレーズのインプットやリスニングなどを意識しながらやるとかなり効果が出ます。これらを踏まえて、これから海外ドラマ学習を始める人に対して僕がお勧めする方法としては、最初はストーリーご了承法によって海外ドラマそのものを楽しむ。それで慣れてきたら、フレンズなどの短いドラマで一般王道学習法も始めて、同時並行で英語力の底上げをしていくって感じですね。ここまでが海外ドラマ学習法の具体的な方法でした。ということで、ここからは海外ドラマ学習よくある Q&A に移っていきます。今まで、実際始めたけどなんかわからん、やり方が合ってるか気になるって方々の悩みをたくさん聞いてきて、その中で最も頻繁に聞かれる質問をこの7つに絞ってまとめたので、一つずつ解説していきます。わからない単語が多すぎるのだが、逐一調べた方がいい？逐一調べる必要はないです。僕の場合、この単語前からめちゃくちゃ出てくるなとか、この部分ストーリー理解で絶対大事なとこだって思うとこだけ調べるようにしてます。逐一調べ始めると、もう全部が全部気になって全然進まないので、あえて我慢してますね。同じ話は見返しました？僕はストーリー系ドラマの場合、基本的に見返さないですね。見返すくらいならどんどん先に進みたいからです。ただ、同じ話を見返すことは英語学習には非常に効果的なので、フレンズなどの20分1話完結ドラマは何度も見返して単語フレーズをインプットするという使い分けをしています。ストーリー系に関しては時間が経つとまた見たくなるので、その時は純粋に楽しんで見てますね。どのくらいの頻度でやればいいですか？簡単かつ雑に言うと、もう好きな時に見ればいいと思います。僕の例で言うと、最初は1日1話から始めて、空いた時間にサクッと見てました。ただ、見続けていくとだんだんストーリーに飲み込んで、1日2から3話を見るようになり、最終的にはこの時間は海外ドラマの時間だと、就寝前に時間を作ってドラマを見るようになってましたね。結論、自分が楽しめる範囲で続けられる頻度が一番いいと思います。どれくらいで効果を感じ始めましたか？これに関しては、以前に投稿したこのツイートを参考にして説明していきます。まず、0ヶ月目は全く理解できず、正直泣きたくなりましたね。最初は誰しもがぶつかる壁なんじゃないかなと思います。1ヶ月経つと、理解度は 10% ほど、字幕が早すぎて目が追いつかないっていう状況が続いて、もう泣きそうになりましたね。3ヶ月経つと、理解度は 30% から 40% くらいになり、少しずつ海外ドラマが楽しくなっていきます。ただ、自分のボキャブラリーのなさに絶望し、この辺りから一般王道学習法も始めました。6ヶ月経つと、ようやく英語字幕にも慣れてきて、止める回数も少なくなってきました。理解度は 50% くらいですが、この時にふと、フレンズのエピソード1を見返した時に、明らかに理解度が全然違ったので、自分の英語力の伸びに感動した覚えがありますね。9ヶ月が経つと、リーディングとリスニング力の飛躍的な伸びを感じました。字幕も割と理解できるようになり、同時に耳でも少しずつ理解できるようになってきました。まあ、ここまで継続的に英語に触れているので、伸びるのは当たり前といえば当たり前なんですが、継続は力なりって言葉を考えた人最強だなって思いました。12ヶ月経つと、少しですが英語も話せるようになってきました。もちろんペラペラとは程遠いですが、英語を話す感覚をつかめたり、ドラマでできた英語の言い回しが少しずつ会話の中で使えるようになっていったって感じですね。さらに詳しい成長度合いに関しては、別記事にまとめてあるので概要欄に貼っております。知りたい方は、ぜひどうぞ。字幕が早くて追いつけないというか、最初から全くわかんないんですけど、めっちゃわかります。ほんまに辛い。僕の場合は、最初からゴリ押しで進めてしまったんですが、もしほんまに無理って方は、日本語字幕で全部見るから始めても全然いいと思います。で、気が向いたら英語字幕にしてみるって方法もありですね。日本語字幕じゃ意味ないんじゃないって思う方もいるとは思いますが、英語に触れ続けることを継続的にできて、英語への抵抗がなくなるなら、僕的にめちゃくちゃいい方法だと思ってるので、もしほんまに無理って方にはこの方法をお勧めしますね。ドラマと洋画どっちがいい？結論、ドラマでも洋画でもどっちでもいいと思います。ただなぜ僕が今回海外ドラマをお勧めしているかというと、ドラマであれば見る際の負担が圧倒的に少ないからなんですよね。海外ドラマは短いもので20分、長くても40分から1時間で終わるので時間的拘束が少ないです。一方で洋画だと1本2時間くらいが平均なので、ドタンと時間を取らないと見れないっていうのがネックなんですよね。ただ、もう好きなら全く問題ないです。
僕の場合、ハリー・ポッターが死ぬほど好きなので、DVD も買っちゃってもうめちゃくちゃ見てますね。海外ドラマ学習のおすすめサービスは？おすすめサービスは断然 Netflix です。ネットフリの最大のメリットは、英語字幕対応の作品がもうワンサカワンサカあるってとこですね。僕自身、Amazon プライム、Hulu、Netflix を全部使い倒してきましたが、結果的にネットフリに落ち着きましたね。動画配信サービスの詳しい部分はこちらの動画でまとめてあるので、概要欄に貼っておきます。もうね、僕の人生はね、ネットフリに救われたもんやもんよそう。海外ドラマだけで伸びる？結論、海外ドラマだけでも伸びます。ただ、英語力を飛躍的に伸ばしたいなら、海外ドラマ以外の学習も同時並行で進めていく必要ありますね。じゃあ何をすればいいんだって思われる方もいると思いますが、正直人によって目的や効果が出る勉強法も違うので、例として僕がやっている学習法を2つ簡単に紹介します。1つ目はシャドーイングですね。ネイティブの爆速英語になれるため、流れる文章をそのまま理解する能力を高めるためにやってます。2つ目は独り言英会話です。やり方としては、その日にあった出来事やあるテーマについて英語でブツブツ独り言を言うって感じですね。その練習の中にドラマ内で出てきた表現とかフレーズを使って自分で文章を組み立てていくって感じです。自分で使える英語は聞こえるし理解も早くなるので、同時並行で進めてますね。これを始めてから相乗効果によってドラマの理解度も上がったし、英語力も上がってきました。なので英語力を飛躍的に伸ばしたいなら、海外ドラマ以外の学習も進めていくといいですね。ということで、長くなりましたが、最後のパート、おすすめ海外ドラマ紹介です。ここからは僕の独断と偏見で英語学習に使える海外ドラマ洋画7連発を紹介していこうと思います。1. フレンズ。世界的大人気シットコムの一つで、日常会話の豊富なフレーズが学びます。ただ初心者には難しく、ジョークもわからないので最初はかなり辛かったですね。なんで最初は全然わからなくても全く心配しなくて大丈夫です。僕もいつかはジョークで爆笑したいと思ってますが、未だにフレンズとフレンズには慣れてませんね。2. プリズンブレイク。刑務所脱獄系ドラマで、ストーリーが死ぬほど面白いです。日常会話フレーズの宝庫でもあります。少々怖いところもあるんですが、とにかくストーリーが面白いので、ハマる人はハマると思います。僕の場合、シーズン5まで一気見し、そのおかげでリスニング力が爆上がりしました。 3. ストレンジャーシングス。ハラハラドキドキの超能力系ドラマで、メインの登場人物が子供ということもあり、英語が聞き取りやすい、かつリアルな日常会話が聞けます。またストーリーバカおもろい、これは保証しますが、怖いので夜は見ない方がいいかもしれませんね。4. サイコパス恋愛系ドラマで、英語は早くて結構難しいんですが、ストーリーが怖面白すぎてドハマりしました。自分の心情を表す表現が多いので結構ためになりましたね。あとなんか自分の恋愛観とかも考えさせられた作品でしたね。おすすめです。5. Not OK。 超能力少女系ドラマで、内容もなかなか面白いです。さらになんと1話20分で全7話というお手軽さ、かつリアルに使われる日常会話のフレーズをめちゃくちゃ学べるので、繰り返し学習するのにもってこいの作品ですね。ちなみにこのドラマ、最近見たドラマで一番面白かったです。とりあえず続編が気になりすぎてやばい。ここからはおすすめ洋画に移ります。6. ズートピア。動物系ディズニー映画で、英語は海外ドラマに比べて優しめだと思います。ディズニー映画は基本的に分かりやすい英語、かつ応用可能なフレーズをたくさん使ってくれるので、めちゃくちゃありがたいですね。結構ズートピアいいと思います。僕は好きです。7. バックトゥーザフューチャー。言わずと知れた不朽の名作ですね。恋愛から何から、もう日常会話の全てが詰まってます。普通に内容も面白いので何度も見れちゃいますね。この他にも面白い映画はたくさんあるので、興味のあるやつを見てみるといいかもしれませんね。その他おすすめ海外ドラマについてはコメント欄に載せておくので、ぜひ見てみてください。いかがでしたでしょうか。今回の動画のメインをざっくりまとめると、まず海外ドラマのメリットは7つありますよ。また具体的な学習方法はこの2つで、一般王道学習法はインプットメイン、ストーリーご了承法はストーリー理解を重視してドラマを楽しむって感じですね。で、これから海外ドラマ学習を始める方にお勧めしたいのは、まずストーリーご了承法で海外ドラマを楽しむ、かつ英語に触れる、で慣れてきたり、もっと勉強したくなってきたら一般王道学習法も同時並行で進めていくって感じです。これが今回皆さんに伝えたい、絶対に挫折しない海外ドラマ学習法ですね。で、海外ドラマ学習を続けていくと、いつの間にか海外ドラマ学習が学習じゃなくなるんですよね。つまり英語学習は英語学習として別にやって、海外ドラマを楽しむために見るって感じになるんですよ。こうなったらもう最強です。結果的に英語に触れ続けているので、相乗効果で英語力も上がっていくし、楽しいし、でもう一石二鳥、一つの趣味にもなりますよね。今回の動画を通して皆さんが海外ドラマに少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。そして僕はこれからも海外ドラマ学習を続けていき、いつの日かフレンズとフレンズになります。